まさかまたこのドレスを着られるなんて。協力してくれたねねかちゃんに感謝しないとね。って、いけないいけない、遊びじゃないのよね。きちんと気を引き締めないと。手紙には、貴族街に溶け込めて腕が立つあなたに頼みたいことが、なんて書いてあったけど、真帆ちゃんたちとのレッスンの噂が貴族街に広まったのかしら。認めてもらえるのは嬉しいけど、私で力になれるかしら。まあここで不安になっても仕方ないわよね。まずは直接話を聞きに行きましょう。あなたが手紙をくれた人かしら。わざわざご足労いただきありがとうございます。このようなことを頼めるのはあなたを置いて他に思い浮かばなかったので。私にしかできないことって何かしら。全然想像がつかないんだけど。実は。あなたの奥様が行き先も告げずに姿を消すことについて調査してほしい？それは、聞きづらいんだけど、浮気調査をしてほしいってことかしら。とんでもない！私は妻を信じております！ただ、何か危険なことに巻き込まれているのではないかと心配で。それとなく尋ねては見たのですが、ごまかされるばかりでして。かといって、私が妻の後をつけても、なぜか毎度邪魔が入り、姿を見失ってしまうのです。確かにそれは気になるわね。でも、どうして私に頼んできたのかしら。調査なんてしたことないんだけど。風の噂で、気品あふれて腕も立つ女性のことを耳にしまして、この町に溶け込むことができ、もし危険なことがあっても対処できるのはあなたしかいないと。手紙にもそう書いてはあったけど、それはひょっとして。ねえ、それって誠ちゃんの噂じゃない？だってこういうことはどう考えてもカオンの方が。そうかしら。あなたにそう言ってもらえるならそうなのかもしれないわね。もし人違いだったとしても、困ってる人は放っておけないわよね。やはりこのような頼み事は難しいでしょうか。確かに難しいかもしれないけど、やってみるわ。いつまでも不安なままじゃあなたも疲れちゃうものね。ありがとうございます。それでそのこの件はくれぐれも妻には気づかれぬようお願いいたします。もちろんわかってるわ。それじゃあ行ってくるわね。あの人が奥さんね。こっそり後をつけましょう。誰も見てないわよね。なんだか周りをキョロキョロ見て怪しいわね。お屋敷の中に入っちゃった。どうしましょう。建物の中まで追いかけられないわよ。誰か出てきたわ。あの人に話を。ってあれ、服が変わってるけど、あの人奥さんよね。わざわざ変装して出かけるなんて、やっぱり。旦那さんが信じてるんだから、私たちも信じて真相を突き止めましょう。貴族街は出て行っちゃうわよ。ああ、貴族の服だと目立っちゃうから着替えたのね。私も着替えて後を追いたいけど、
このドレスはネネカちゃんの魔法だから着替えられないし。仕方ないわ。このまま後を追いましょう。見つからないように距離を取れば大丈夫よね。なんとか奥さんには見つからずに来られたわね。町の人たちにはチロチロ見られてるけど、奥さんに見つからなければ問題ないわよね。奥さんはあの通り楽しそうに前しか見てないし、やっぱり好きな人に会える喜びで頭がいっぱいなのかしら。まだ浮気って決まったわけじゃないわよね。大丈夫、きっと大丈夫よ。失礼します。家に入っていっちゃった。どうしましょう。窓から覗く。でもそんなことしたら今度こそ本当に気づかれ。ちょっとあんたたち何してるんだい。これには訳が。ああもうそんな格好でうろつかれたら迷惑だよ。ほら早くこっちに来な。そっちは奥さんが入っていった。みんな入会希望者を連れてきたわよ。入会希望者？まあそんな格好で町まで来たのですか？そうなんだよ、まったく困ったもんだわ。せっかく目立たないようにしてるってのに。まあまあそう目くじらを立てるんじゃないよ。あんたたちだって最初はひどいもんだったじゃないか。状況が全然わからないんだけど、これはどう見ても浮気現場じゃないわよね。浮気現場？というわけで私たちはあなたのことを調べていたのよ。なんだ、入会希望じゃなかったのかい？主人が大変なご迷惑をおかけして。あんたの旦那がこそこそ嗅ぎ回ってたのは知ってたけど、まさかこんなに早く人を雇うなんてね。後をつけられてる時は仲間内で適当に声をかけてごまかしてたんだけどね。あの人が言ってた邪魔ってあなたたちのことだったのね。でもなんでそんな回りくどいことをしてるの？ここが何なのかはわからないけど、悪いことをしてるわけじゃなさそうよね。何も悪いことなんかしてないよ。ここは窮屈な貴族の暮らしから離れたい女性のために作られた裁縫ギルドさ。お裁縫だけでなくお料理やいろいろなことをして息抜きをしているんですよ。まあ管理協会に届け出てないから正式なギルドじゃないし、何でもありのごっこ遊びみたいなもんだけどね。え？っていうことはあなたたちも貴族様なの？そうだよ、見えないだろ。私たちの自由な振る舞いもだいぶこなれてきたということですね。いきなり上品になったわ。事情はなんとなく分かったけど、何も悪いことしてないなら説明してあげればよかったのに。旦那さん、あなたのことをとっても心配してたのよ。申し訳ありません。それは許してやっとくれよ。この子はここで作った縫い物をサプライズプレゼントするつもりだったのさ。その時に一緒にこの会のことを話そうとしてたのさ。まあそうだったのね。だとしたら私たち余計なことしちゃったわ。いえ、あの人に心配をかけてしまった私が悪いので。でも
今日ようやく完成しそうなんです。このプレゼントと一緒にきちんと説明しようと思います。うん、そうしてあげてちょうだい。さてと、これで一件落着かしら。めでたしめでたしでよかったわ。あの、待ってください。このまま帰ってしまうのですか？大丈夫、きちんと秘密は守るわ。サプライズが成功するといいわね。そうじゃないんです。あなたはその貴族ではないんですよね？はい、そうだけど、どうしましょう。いい人たちだと思ってたけど、貴族じゃないから信じられないとか言って口封じを。あなたの普段の暮らしについて聞かせてくれませんか？私まだこのギルドに入ったばかりの世間知らずで。ん？そんなこと？私の話をするのは全然構わないんだけど、私からも一つお願いしたいことがあるの。何でしょう？その、お裁縫を教えてくれないかしら。私、いろいろと事情があって、そういう細かい作業をしたことがなくて。でも、ずっとやってみたいって思ってたの。可愛い刺繍とかしてみたいなって。それならお安いご用です。私が教えしますね。ありがとう。私も面白い話ができるように頑張るわ。まあ、それではリマさんは普段木こりをされているのですか？木こりって言われるとちょっと違うかもしれないけど、まあそんな感じね。人は見かけによらないもんだね。そんな細い腕で木を切るなんてね。ちょっと、気が抜けて針運びが甘くなってるよ。ごめんなさい。ゆっくり落ち着いてやれば大丈夫ですよ。大切な人のことを思ってね。頑張るわ。できた！おめでとうございます。ありがとう。っていつの間にか夜になってる？それだけ集中してたってことだね。ああ、初めてにしてはいい出来だよ。自信を持ちな。そうかしら。でも遅くなっちゃってごめんなさい。ひょっとして私に付き合わせちゃった？いえいえ、私もついさっき完成したところなので、これで無事に今日プレゼントできそうです。今日はもう遅いし、帰りの馬車を呼んであるよ。ジョーちゃんたちも乗っていくかい？気持ちはありがたいけど、反対方向だから歩いて帰るわ。頼もしい殿方も一緒だから安心ですね。もう。でもそうね、あなたがいれば安心だわ。それじゃ、今日はこれで終わりにしようかね。ジョーちゃん、よかったらまた来ておくれ。歓迎するよ。でも私、いろいろと事情があって、次いつ来られるかは。いつでも好きな時に来ればいいさ。またたくさんお話聞かせてくださいね。もちろん。それじゃあまたね。最初はどうなることかと思ったけど、蓋を開けてみれば幸せな真相でよかったわ。今頃プレゼントを渡している頃かしら。喜んでもらえてるといいわね。ううん、きっと喜んでるわ。
あの人が針仕事をしている時の顔、とっても幸せそうだったもの。そういえば、本当に送ってもらっちゃってるけど、今の私なら一人で大丈夫よ。牧場までは遠いし。ありがとう。きちんと普通の女の子みたいに扱ってくれて。なんでもないわ。さ、行きましょう。ここまで来れば本当にもう大丈夫よ。ありがとうね。渡すかどうか、ここまでずっと悩んでたんだけど、これ、ごめんなさい。初めての刺繍だから、全然綺麗じゃないし、もっと上手になってから渡そうと思ったんだけど、でもやっぱり、今日作ったものを渡したいなって思ったの。普段の私は、こういうことを全然できないし、これからもどれくらい練習できるかわからないし。って、そんな言い訳はダメよね。うん、素直に言うわ。人の姿になれたら、やってみたいことはたくさんあって、実現すればそれだけで幸せって思ってた。でもね、今は違うの。少しだけ欲張りになっちゃって。どんな姿の私でも、一歩踏み出すとき、あなたがいてくれたらって思うようになっちゃった。この刺繍をしながら、ずっとそんなことを考えてたの。少しだけ欲張りなんて言ったけど、そんなことないわね。すっごく欲張りね。あなたが、とっても当たり前に優しくしてくれるから、自分の夢に素直になれたみたい。だから、あなたさえ良ければ、これからも私の挑戦を、隣で見ていてくれないかしら。これは最初の一歩。まだまだ下手っぴだけど、それでも、一生懸命縫ったから、もらってもらえたら、嬉しいな。こちらこそもらってくれて、そのありがとう。手作りのものを渡すとこんなに素敵な気持ちになれるのね。実は同じものがもう一つあるの。こっちは失敗しちゃったんだけど、でもあなたとお揃いって考えたらとっても素敵な宝物だわ。魔法の力で綺麗なドレスを着られても、夢見た世界に飛び込むには勇気も必要よね。うん、私、頑張るわ。優雅な動作を身につけるにも、いろいろな努力が必要なのよね。
本を読むだけじゃわからないことを知ることができるのは本当に楽しいわ。私、きちんと淑女らしく振る舞えてるかしら。普段はこんなことしないから、どんなに気を張っても何かミスしてるんじゃないかって不安になっちゃうのよね。いつもの私らしくしてれば大丈夫？そうかしら。でも、あなたがそう言うなら、もう少し肩の力を抜いてみようかな。ありがとありがとう。手紙なら私からまひるちゃんに渡して。あら、私宛ての手紙があるわ。珍しいわね。差出人は知らない名前ね。なんて書いてあるのかしら。まあ、この手紙、この間会った奥さんからだわ。私に頼み事があるお嬢様が裁縫ギルドにいるんですって。力になれるかわからないけど、せっかく頼ってくれたんだから話だけでも聞いてみましょうか。でも私だけだと不安だから、あなたも一緒にいてくれると嬉しいんだけど。そうと決まれば早速お返事を書かなきゃ。すぐに書くから少しだけ待っててちょうだいね。森で会いたいってお返事が来たけど、結局頼み事って何なのかしら。この森に貴族様が欲しがるようなものはないと思うんだけど。あ、来たみたいね。迎えに行きましょう。いらっしゃい。あなたが私に頼み事があるって子かしら。はい。本日はそのわざわざお時間をいただき、ありがとうございます。どうしたのかしら。ここに来るまでに疲れちゃった？だったら無理せずに一休みしましょう。いえ、疲れてはおりません。ただそのリマ様が随分とその肌を露出された服をお召しになられているので。これは、そう、私は木を切ることが仕事みたいなものだから、こういう格好の方が何かと都合がいいのよ。そうなのですか。一応汚れてもいい格好で来たのですが、まだ覚悟が足りなかったようです。汚れてもいい格好？どういうこと？実は、意中の殿方を射止めるために木の切り方を教えてほしい？はい。私には難しいでしょうか。確かに普通の女の子には難しいかもしれないわね。それより、どうしてそんなことを覚える必要があるの？
貴族様にははしたないって言われちゃうことだと思うんだけど。それは私が思いを寄せる方は、農業を事業として手広く成功されたにもかかわらず、未だにご自分で現場にも出られる変わった方で、お目に留まるには私もあの方と同じことをできるようにならねばと、その思いまして。その殿方のハートを射止めるために慣れない力仕事に挑戦する。素敵じゃない、喜んで協力させてもらうわ。本当ですか？でもいきなり木を切るのはいくらなんでも無茶よ。まずは薪割りから始めましょう。はい。まずは薪にするための木を切らないとね。この木がちょうどいいかしら。まずは私がお手本を見せるわね。いきなりこんなことしろなんて言わないわよ。それに私だってねねかちゃんが改良してくれたメタモルアップルじゃないと、この姿じゃ簡単に木は切れないし。そう、何事も小さなことからコツコツやるのが大切よ。そうですよね、私頑張りますわ。それじゃあまずは細めの枝を薪にしていきましょうか。あなたの斧を持ってくるわね。はい、どうぞ。ありがとうございます。これより軽いのは牧場にはないんだけど、大丈夫？やります。これくらいの斧を触れなきゃあの人に振り向いてもらえませんから。よいしょ。すごい、きちんと持ち上げられたじゃない。恋する乙女は強いのね。大丈夫、あなたならきっとできるわ。はい。それじゃあ私がお手本を見せるわね。まずは斧を薪に振り下ろして食い込ませるの。あとはこの挟まった状態でもう一回打ち下ろす。意外と簡単でしょ。でも慣れるまでは慎重にやらないとダメよ。安全第一だからね。やってみます。斧を薪に振り下ろす。そうそう、その調子。あとはこのままもう一回打ち下ろす。できました。すごいわ、とっても上手よ。この調子でどんどん練習していきましょう。やりました。さっきより太い枝が割れましたよ。すごいじゃない。でもそろそろ休憩にしましょうか。ちょっと待ってて、おやつ持ってくるから。お構いなく。ダメよ、動いた分はきちんと栄養補給しないとね。あなたもここで待ってて、すぐに戻ってくるから。リマ様、戻ってきませんね。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。どうしましょう。その声は今一人よね。よかった、ちょっとこっちに来てくれるかしら。変身溶けちゃった。転んだりしてないのにどうして。もしかして私残ってた試作品のメタモルアップルを食べちゃった。
ちゃんは試作品には予期せぬ副作用がって言ってたから、そのせいかしら。あ、そうね、慌てて思いつかなかったわ。あなたは先にあの子のところに戻ってて。リマ様、こちらからお声が聞こえた気がするのですが。いけない。とりあえず急いで隠れ。そのお声、もしかしてリマ様ですか？違うのよ。私は魔物じゃなくて、あれ、あなた、私が怖くないの？びっくりはいたしましたけど、怖くはありませんわ。モフモフで可愛らしい動物がいるなぁと思ったくらいで。リマ様？ごめんなさい。可愛いなんて言ってくれる人めったにいないから、驚いちゃって。そうですか？とても可愛らしいと思いますけど。でも、どうしていきなり着ぐるみを？そうなのよ。これは着ぐるみで。着ぐるみじゃない？言われてみれば確かに違いますね。でもそれなら一体。これは、私いつもの癖でごまかそうとしていたわ。せっかく可愛いって言ってくれたのに。あの、事情がよくわからないのですが。実はね、私は魔法で人間の姿に変身しているだけで、これが本当の姿なの。そうなのですか？リマ様はビーストの方だったのですね。ビーストとも違って、その、私は自分の種族がわからないの。申し訳ありません。私、ビーストの知り合いがいないもので、てっきりリマ様のような方もいるのかと。でも安心してください。私は別にビーストの方に差別感情があるわけでは。でもリマ様はビーストではないので、この場合何と言えば。リマ様？ありがとう。私、お礼を言われるようなことは何もしていないのですが。あなたはとっても優しくて素敵な人ね。うん。私、なおさらあなたの恋を応援したくなっちゃった。こんな姿の私だけど、特訓を続けてくれる？もちろんです。そのために来たのですから。よーし。それじゃあ私の全力で特訓しちゃうわ。この姿の方が火を切るのは慣れてるしね。はい、よろしくお願いします。やるわよ。リマ様、見ていてください。私の特訓の成果を。大丈夫、あなたならきっとできるわ。私、木を切り倒せましたわ。全力でとは言ったけど、まさかここまで成長するとは思わなかったわ。恋は人を強くするのね。はい。でもリマ様のように一度で木を切るには至れませんでした。それはなかなか難しいんじゃないかしら。確かに難しいかもしれませんが、特訓は続けたいです。またこちらに来てもよろしいでしょうか？私は構わないというか、むしろ嬉しいけど。でも、リマ様にお世話になってばかりでは申し訳ないですね。
次来るときは私が縫い物をお教えしますわ。リマ様はお裁縫を習いたいと聞いていたので。本当？すっごく嬉しいわ。お友達なんて恐れ多いですわ。リマ様はあくまで私の先生ですから。私だって縫い物を教わるんだから、あなたも先生じゃない。だからそのもしよかったら私とお友達になってくれる？もちろんです。ありがとう。それにあなたもありがとうね。あなたのおかげで勇気を出せたから素敵なお友達ができたわ。はい、リマ様はとっても素敵で可愛らしい方ですわ。もう二人とも私を照れさせないで。焼きそばパンをクリスマスの定番にするにはどうすれば？あなたのアドバイスのおかげでなんだか動きやすくなった気がするわ。心も体も自然に動くのが一番よね。新年を気持ちよ。木の切り方を教えた子がいたでしょ。あの子が無事に意中の人と婚約したんですって。あの子はとっても素敵な子だから当然よね。それでね、婚約できたのは私のおかげだからって婚約を祝う舞踏会に招待してくれたの。もちろんお祝いしたいんだけど、私なんかが本当に言ってもいいのかしら。礼儀作法は一通り身につけたと言っても、そういう貴族様の社交場であの子に恥をかかせるようなことしちゃったらと思うと。そうよね、招待してくれてるんだから精一杯お祝いしてあげないとね。あの子のために頑張るわ。緊張するわ。私本当に大丈夫？どこもおかしいところはない？ネレカちゃんのドレスは何も問題ないわよね。あとは私が落ち着けば大丈夫よね。落ち着くのよ。落ち着けば大丈夫。はい。驚かせてすみません。つかぬことをお聞きしたいのですが、ここで風呂敷に包まれたこれくらいの大きさのものを見ませんでしたか？
風呂敷？私は見てないけど、あなたは見かけた？はあ、そうですか。お時間取らせてしまってごめんなさいね。あ、ちょっと待って、おばあさん。私たちにできることがあるなら手伝うわ。いえ、そんなお手を煩わせるわけには。その様子だと何か大事なものなんでしょ。放っておけないわ。実は私が焼いたアップルパイがなくなってしまって、贈り物だからと綺麗に包んでいたのが金目のものと勘違いされて盗まれてしまったようで、大切な方への贈り物なので何とか見つけたいと思っているのですが、これだけ探しても見つからないってことは諦めるしかないんでしょうね。そんなに大切なものなら諦めちゃダメよ。私たちも手伝うから探してみましょう。ダメね、全然見つからない。これだけやってダメだったんです。おとなしく諦めることにしますよ。そんな、そうね。ねえおばあさん、そのアップルパイって特別な材料が必要だったりする？隠し味はありますけど、材料はどこにでもある普通のものですよ。それならまた作りましょう。私の家はここから遠くて、今から戻ってたら。大丈夫、厨房なら借りればいいのよ。ちょうどいい場所を持ってる人たちに心当たりがあるの。こんにちは。いらっしゃい。って、あんたまたそんな格好で来て。どっかの旦那から調査を頼まれたのかい？今回は違うのよ。実は。なるほど、そいつは災難だったね。そういうことなら喜んでうちの厨房を貸すよ。ありがとうございます。よかった、これで無事にお嬢様をお祝いできます。さあ、そうと決まれば早速取り掛かりましょう。足りない材料は私たちが揃えてくるから。いいえ、さすがにそこまでしていただくのは。もう乗りかかった船じゃない。最後まで付き合わせてちょうだい。これで完成です。わかってるわよ。でもちょっと時間かかっちゃったわね。私たちも急いで舞踏会に行かないと。舞踏会？そうなのよ、知り合いの女の子が婚約したの。意中の人を落としたいって言うから、私が木の切り方を教えたのよ。で、こうやって口にすると何言ってるかわからないわね。その方は私がお仕えしていたお嬢様です。このアップルパイもお嬢様との思い出の品で。そうだったの？それじゃあ目的地は同じね。急ぎましょう。貴族がいい行きの馬車？それならついさっき最終のが出ちゃったよ。今から他の馬車を借りたりは。ちょっと待ってくれ。ああ、ダメだ。今は空いてる馬車がないよ。ああ、本当にすみません。付き合わせたばかりにお二人にまでご迷惑をかけてしまい。
私たちが付き合いたくて付き合ったんだから気にしなくていいのよ。でもこのままじゃせっかく焼いたパイが無駄になっちゃう。なんとかして届けられ、あっ、おばあさん諦めるのはまだ早いわ。え？私がおばあさんを背負って走ればいいのよ。はい、私人を背負うのには慣れてるから。あー、でもこの姿でやるのは初めてね。あなたの力を貸してもらえれば安心ね。大丈夫大丈夫、私たちに任せて。どんどん力が湧いてくるわ。さ、乗って、おばあさん。あ、はい。行くわよ。なんとか走り切れたけど、時間かかっちゃったわ。舞踏会は。あら？お嬢様、リマ様にパーヤ。二人ともいらっしゃらないから心配していたんですよ。遅れて本当にごめんなさい。でも無事に会えてよかったわ。ほら、おばあさん。お嬢様、ご婚約おめでとうございます。そのこのような晴れやかな場に持ってくるかは迷ったのですが、バーヤお手製のアップルパイでございます。どうぞお受け取りください。まあ懐かしい。私がお母様に叱られて泣いていた時、よく焼いてくれましたね。まだ昨日のことのように思い出されるのに、そのお嬢様がこんなに立派になられて。喜んでもらえたみたいで何よりだわ。けれどどうしてバーヤとリマ様が一緒に？それは、そんなことが。リマ様には重ね重ねお礼を申し上げねばなりませんね。私にできることでしたら何なりと。気にしないでちょうだい。こうしてあなたに喜んでもらえたんだし、それだけで満足よ。それに私、舞踏会で踊るのが夢だったの。その夢が叶うだけで私にとっては十分すぎるお礼だわ。あ、どうしたの？舞踏会はつい先ほど終わってしまったのです。そう、それなら仕方ないわね。申し訳ございません、私のせいで。もうせっかくのおめでたい日なんだから、きちんと幸せそうな顔をしてちょうだい。でないと私怒っちゃうからね。リマ様、君がお世話になったという人は来たのかい？あなた、ちょうどいいところに。ん？なんだ、そんなことか。それなら大丈夫だよ。舞踏会は終わってしまったが、楽団は片付けの最中だ。頼んで演奏してもらおう。そんな、悪いわよ。愛する女性の恩人の願いを無下にするような器の小さい男だとは思われたくないのでね。ここは格好をつけさせてください。そうです、遠慮しないでください。ちょうど素敵な殿方もいらっしゃるではないですか。私、上手に踊れてるかしら？
ありがとう。あなたもとっても上手よ。はぁ、本当に夢みたい。私がこんな素敵な男の子とダンスを踊れるなんて。でも、これは魔法のおかげなのよね。魔法が解けたら、今までの私に戻っちゃう。ううん。悲しむことはないわよね。私の周りには、とっても素敵な人たちがいるんだから。優しい人たちに囲まれて、こんなに素敵なことができて。私、とっても幸せよ。自信を持ったら急に体が軽くなった気がするわ。これなら木だって軽々切れそう。一緒に試しに行ってみない？どんな姿でも私らしく振る舞う。簡単そうで結構難しいけど、あなたがいればどんな時だって私らしくいられる気がするわ。私、おとぎ話の中の女の子にいつも憧れてた。こんな素敵な物語が自分の身に起こったらって。実現するなんて思ってなかったからびっくりしたけど、おかげで分かったことがあるの。私は、おとぎ話の女の子が持ってないものを持ってるって。ドレスがなくても、舞踏会に行けなくても、優しいみんながいる。魔法が解けても、私の幸せは変わらない。それに、素敵な王子様だって、なんでもないわ。まさかあなたと一緒に踊ることができるなんて。絶対に叶わないと思っていた夢が叶っちゃった。私こんなに幸せでいいのかしら。本当に幸せすぎて、あのシャンデリアの光が今も目の前に。って本当に光ってる？なんなの？マリマリマー。やっぱり晴れた日の公園は気持ちいいわね。リマリマリマー。
こんな日は木陰に腰を下ろして優雅にお花を眺めたりしたいわ。あ、リマだ。リマちゃん、こんにちは。リマ、リマ、こんにちは。今日もみんな元気そうで何よりだわ。リマ、今日もモフモフだな。なでなで。リマ、リマ、リマ、もうレディの体をなで回さないでよ。リマちゃん、かわいい。毛があったかくて気持ちいいな。リマ、リマ。毛並みのお手入れは欠かしてないから当然よ。リマ、リマ、リマ。だからあんまりモフモフしすぎないでね。リマ、リマ、リマ、リマ。ちょうどいいところに。この子たちにもっと優しく撫でるように言ってちょうだい。お、逃げるなよ。リマちゃんはお兄ちゃんのことが好きなんだね。リマ、リマ、リマ。確かにあなたのことは好きだけど。俺も好きだぜ。リマちゃんいっつも遊んでくれるもんね。リマ、リマ、リマ。そうよね、そういう好きよね。いけない、そろそろ塾の時間だ。ほんとだ、遅刻したら先生に怒られちまう。またね、リマちゃん。またなー。リマ、リマ、今度はもう少し優しく撫でてちょうだいね。リマ、リマ、リマ。はあ、それにしてもあんなに小さい子が塾に行ったりするのね。人間っていろいろ大変ね。リマ、リマ、リマ。え、いきなりどうしたの？ありがたくいただくけど。リマ、リマ、リマ。あ、ひょっとして私が落ち込んでると思ったの？リマ、リマ、リマ。大丈夫よ、落ち込んでないわ。でも気遣ってくれてありがとう。リマ、リマ、リマ、リマ。そうだ、このリンゴ向こうの原っぱで食べない？そっちの方が美味しく食べられるわ。リマ、リマ、リマ。風が気持ちいいわね。リマ、リマ。やっぱり元気がないように見えたからリンゴをくれたのね。ありがとう、私なら大丈夫よ。リマ、リマ、リマ。でもあの子たちはあんなに小さいのにお勉強をしてるのよね。リマ、リマ、リマ。っていうことはあなたはもっとやらなきゃいけないことがたくさんあるんでしょうね。リマ、リマ、リマ。それなのによく私と遊んでくれたり気にかけてくれる。リマ、リマ、リマ、リマ。私が人間だったらあなたにお返ししてあげられるのに。リマ、リマ。そうね、例えば。リマ、リマ。
あなたのためにお弁当を作って一緒にピクニックなんてどうかしら。リマリマリマ、いつもリンゴをもらってるお返しにあなたの好きなものをたくさん入れちゃうわ。リマリマリマ。あ、でも私あなたの好きな食べ物を知らないのよね。リマリマリマ。でも公園に遠足に来た子供たちのお弁当なら覚えてるわ。リマリマリマ。タコさんウインナーに卵焼き、ウサギの形に切ったリンゴも見たことあるわね。リマリマリマ。愛情を込めて作ったらたくさん食べてくれるのかしら。リマリマリマ。いつかあなたにそんなことをしてあげられたらいいのにな。はい、お疲れ様。リマちゃんの願いは人間だったら本当にささやかな願いよね。でもそんなささやかな願いもリマちゃんにとってはすごくすごく大変な願いになってしまう。でもね、少なくともこの世界なら叶えてあげられる夢はたくさんある。その夢あんたが全部叶えてあげなさい。そしていつか叶わない夢はないって笑顔で言える日が来ることを期待してるわ。それじゃあまたね。あれ、私寝ちゃってた。何かとても素敵な夢を見たような。ううん、今だってとても素敵な夢の途中みたい。こんなに綺麗なドレスを着てあなたと一緒に歩いてる、それって本当に夢みたいだわ。魔法が解けるまではもう少し時間があるから、もう少しだけ夢を見てもいいのかしら。今度はお姫様としてじゃなくて普通の女の子としてあなたに美味しい手料理を食べさせてあげたいな。